皆さん、こんにちは。55歳にして今もなお現役のサッカー選手として、JFL で最年長ゴール記録を更新した日本のレジェンド三浦知良選手。一方、1998年、三浦選手が当時所属していたヴェルディ川崎と練習生契約を結んだ中澤佑二選手ですが、この練習生時代に三浦選手を激怒させてしまったことがありました。今回は中澤選手が練習生時代に三浦選手を怒らせてしまったエピソードを、現役引退後の中澤選手本人がテレビ番組で語った内容をもとに紹介します。まずはそれぞれの選手の経歴から紹介します。三浦知良選手は1982年に高校を中退すると単身ブラジルに渡り、 CA ジュベントスに所属します。その後、1986年にサントス FC とプロ契約を交わし、プロサッカー選手としてデビューを果たしました。4年半ブラジルでプレーした後、三浦選手は1990年に J リーグ発足の動きもあった日本に帰国、ヴェルディ川崎の前身である読売サッカークラブへ加入します。1993年に J リーグが開幕すると、初年度のヴェルディ川崎の優勝に貢献、年間 MVP に輝く活躍を見せるなど、 J リーグ創成期を盛り上げました。一方、日本代表でも1990年から2000年まで長きにわたって活躍し、国際 A マッチ通算55得点を誇りますが、残念ながら1998年ワールドカップメンバーからは漏れてしまい、ワールドカップ出場経験はありません。21世紀に入ると代表からは遠ざかりましたが、京都パープルサンガやヴィッセル神戸などに所属した後、2005年から所属した横浜 FC には2021年まで所属し、 J1 最年長出場記録や最年長ゴール記録を更新しました。現在は55歳ながら JFL の鈴鹿ポイントゲッターズで現役としてプレーしており、最年長ゴール記録も更新しています。中澤佑二選手は1999年にヴェルディ川崎に入団し、ディフェンスとして初年度から出場機会を得ると、2000年にはシドニーオリンピックを戦う U23 の日本代表に選出され、本大会にも出場しました。2002年に横浜 F ・マリノスに移籍すると、守備の要として活躍。2003年ファーストステージから2004年ファーストステージまで、マリノスの3ステージ連続優勝に貢献します。特に2004年はリーグ年間 MVP に選出されるなど、大活躍のシーズンでした。その2004年頃からフル代表でもレギュラーをつかみ、2010年まで日本代表のレギュラーとして守備陣を引っ張りました。そして2006年のドイツワールドカップ、2010年の南アフリカワールドカップに出場し、南アフリカワールドカップでは日本代表のベスト16進出に貢献しました。クラブでは2013年から3年連続でリーグ戦全試合出場を果たすなど、長きにわたって横浜 F ・マリノスの主力として守備陣を牽引し続け、2018年シーズン終了後に現役を引退しました。20世紀終盤に日本代表の攻撃を引っ張った三浦選手、21世紀序盤に日本代表の守備を引っ張った中澤選手、中澤選手の練習生時代、この2人の間に一体どんな事件があったのでしょうか。1998年ブラジルへのサッカー留学から帰国した中澤選手でしたが、 J リーグの各クラブへ売り込みをかけたもの、どのクラブからも誘いは来ず、母校のサッカー部で在校生に混じって練習を続けていました。それでも中澤選手はヴェルディ川崎ユースとの練習試合でアピールのチャンスを得ると、この試合でゴールを挙げる活躍を見せ、これをきっかけにヴェルディ川崎との練習生契約を勝ち取ります。しかし練習生契約では給料は支払われず、必要費用をクラブに支払って練習に参加するという厳しい環境でした。そんな中、行われたある日の練習で中澤選手はトップチームの紅白戦に参加できることになります。この時の心境を、憧れのカズさんと紅白戦でマッチアップできるとすごい気合が入ったと本人が語っているように、練習生であった中澤選手は気合十分でした。さらにコーチから、今日は社長が来てる、
ここでキングカズを止めたら、お前練習生からもう一個上に昇格できるぞと発破をかけられ、プロ契約を目指す中澤選手は 180% くらいの力で三浦選手に密着マークを敢行したといいます。一方、あくまでチーム内での紅白戦であり、週末に試合を控えた三浦選手は 70% 程度の力でプレーしていました。そしてその温度差の違いから、おいお前ちょっとマーク厳しいだろ、ふざけんなよ、もっと優しくしろよと中澤選手は三浦選手から注意を受けます。しかし中澤選手はそれに対し、これがサッカーでしょと言い返してしまいます。これには三浦選手も激怒し、中澤選手の髪の毛を掴んだ上で、お前なこっちは怪我してらんねえんだよ、ふざけんじゃねえよとブチギレ、中澤選手の髪の毛を掴んだまま振り回したそうです。結局そのまま中澤選手は三浦選手に謝罪することもできず、この騒動は終わりました。一見すると生意気な若者に対して経験豊富なプロが一刀両断したエピソードでしたが、この話には続きがありました。中澤選手はこの後も練習生契約という厳しい環境の中、必死に基礎練習を続け、1999年に見事プロ契約を勝ち取ります。一方、三浦選手は1998年シーズン終了後にヴェルディ川崎を退団し、クロアチアのクラブチームクロアチアザグレブへ移籍しますが、移籍先で思うような成績を残せず、わずか半年で退団。1999年7月に京都パープルサンガへ移籍します。別々のチーム所属となった中澤選手と三浦選手ですが、ある時にスタジアムで偶然にも出会います。中澤選手がいたところの50メートルくらい先に三浦選手がいたそうですが、中澤選手に気づいた三浦選手から、おい裕二どうした、こっち来いよと呼ばれたそうです。中澤選手はあの時の事件で謝らなかったことを怒られるものだと思っていたそうですが、三浦選手からかけられた言葉は、お前プロになったんだね、よかったじゃんという祝福の言葉でした。これには中澤選手も驚いたそうで、三浦選手の器の大きさに感激したと語っていました。練習生というプロ契約を勝ち取るために、常に貪欲に上を目指さなければならない中澤選手が、練習試合から全力でプレーすることは当然のことですし、プロとして公式戦に照準を合わせるために練習試合で本気を出しすぎて怪我をしたら困るという三浦選手の主張も当然のことです。立場の違う2人だったからこそ、三浦選手を激怒させてしまう事件にはなってしまったものの、後日のエピソードからも分かるように、2人の間に遺恨が残ったわけではありませんでした。残念ながら三浦選手と中澤選手は、所属クラブに関しても日本代表に関してもちょうど入れ違いのタイミングになってしまったため、その後チームメートとして共に戦うことはありませんでしたが、プロの立場と練習生の立場でぶつかった経験のある2人が、その後の日本サッカー界を攻撃面守備面でそれぞれ引っ張っていったということは、何か運命的なものを感じますね。いかがでしたか。今回は三浦知良選手が中澤裕二選手に激怒したエピソードを紹介しました。練習生という立場の中澤選手と出会った三浦選手は、中澤選手が引退した今も現役を続けています。当時中澤選手にプロとして厳しい言葉を浴びせながらも、その後プロ入りした中澤選手を祝福した三浦選手。三浦選手がまだ現役を続けられているのも、そのプロフェッショナルな姿勢ゆえなのかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。